あ、めっちゃ来てた。こんにちは。友下さん、こんにちは。こんばんざ。原健さん、こんばんざい。獣さん、こんばんざい。お腹すいた。台風やばかったですね。なんかもう夜すごかったです。なんか本当に家飛んでいくんじゃないかってくらい揺れた。びっくり。しかも今日学校2限と3限だったんですけど、なんか昨日から1限と2限は休みなの決まってたんですけど、そう朝になって3限休みになっちゃって学校休んじゃって休みなんですよ。今日学校休みだから。でもテストだったからちょっときつい休みは。こんばんざい。マグダルさん、こんばんざい。ジャンボさん、停電中です、こんばんざい。あ、ジャンボさん、こんばんざい。停電中、まだ停電してるんですか。私んとこ停電してなかった。しなかった。大変。停電中なのに見てくれてありがとうございます。眉毛描いてないんだ今日。なんか3時から配信するとか言ってたのに二度寝しちゃって起きたら2時過ぎててびっくりした。まだいつ復旧するかわからないけど、大変なんだけど。じゃあ電車も止まってるってこと？だってテレビとかも見れないじゃん。悲しい。停電大変だ。停電したのかな。でもずっとエアコンついてたからしてないのかな。なんかいつもエアコンの設定をなんだっけ、タイマーつけてんのに消えないの謎じゃん。台風で予定全部消えて家で暇してる。やっぱり私もそう。だって学校だったのに、そう学校の後にタピオカでも飲もうとか思ったのに、学校ないから家から出ない。風まだ強いよね。しかもでもなんか暑くなるかなと思ったけど意外と涼しかった。なんか台風の後って大体蒸し暑いじゃん。全然涼しかった。こっちは気温が高すぎて。そうなの？気温高いんだ。なんか全然高くない。さっき出たらそんなに暑くなくて。夏終わったのになーって感じですね。お家が一番。それなそれなとか言ってた。お家が一番。本当に家が一番。あら可愛いって嬉しい。成田さん、
な、何話そうかなって思って、なんかこの前あずさちゃんの配信を見てたんですよ。なんかアイス食べながらやってていいなと思って。ちゃんの配信めっちゃ自由よね。え、本当にめっちゃ自由。なんか、あ、なんだっけ、セブンティーンアイスの話してたよね。私セブンティーンアイス高校の時にちょうど学校の行く電車と、あ、何、乗り換えの駅っていうのにあって、帰り毎日食べてた。みんなが、え、食べちゃう食べちゃうとか言うから食べてた、電車待ってる間に。あのなんかプレミアムみたいなやつあるじゃん、めっちゃ美味しいよね。チョコ、チョコしか食べないけど。高校生に戻りたい。え、本当に思う。高校生戻りたい。高校生めっちゃ良かった。なんかお友達に恵まれた。なんか3年間同じクラスだったんですけど、なんかほぼ女子で、なんか最初絶対女子しかいないからやばいと思ってたけど、なんかみんなサバサバしててすごいなんか良かった。みんな男みたい、失礼。テロップ入れてない、入れよう。なんだっけ、なんて入れればいい。こんにちは、脱臼、あ、魔女の脱臼便さん、脱臼便じゃない、脱臼便だ、ちょっと漢字が読めなかった。神奈川県伝道市、小島、鹿島になっちゃった。鈴音、 OK。 はい。でで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 、え、本当にメイク変えたらさ、メンヘラみたい。やばいね。なんか目の周り赤すぎ。え、みんなどういうお話してるんだろう。なんか気になるな。あんまり見ないから。なんか質問とかありますか？毎回聞くけど。14日のライブは出るかな。14日って土曜日でしょ、出る。台風は落ち着いた？全然台風落ち着いてます、多分。ちょっと窓開けてないんですけど、自分の部屋は。でも全然風の音もしないから落ち着いたかな。まだ東北の方とかやばいのかな。なんか起きたら全然いなくなってたんだけど、台風。バイト終わりで行けるタイプだといいな。バイトか、大抵ね、出てないよね、まだ。
ちはこれからやれるみたい。あ、そうなんだ。わ、山形。山形って、あ、そうだよね、東北だよね。結構やばかったですよ今回の台風。本当にびっくりするくらい。あ、なんかディズニーのあれを見たんですよ。何、レポっていうのかな。今行ってますみたいな、 TDR Now みたいなやつ見たんですよ。なんかめっちゃ木とか倒れてて、なんかハロウィンの装飾になってるじゃないですか。それとかもなんか折れちゃってて、なんかかわいそうだなと思って、なんかせっかく準備したのに折れちゃったの悲しい。そうだから、え、しかもなんか電車もやばいらしいですね。めっちゃ倒木とかがあって、あ、もうでも多分大丈夫だけど、え、だからこれからだったらもうやばいですよ本当に。家から出ない方がいいです本当に、絶対。なんか昨日めっちゃ避難勧告来て、なんていうの、あのウィウィーンってなったの。でも絶対なんか家から出た方が危ないからと思って出なかったけど、無事でした。なんかみんな昨日帰れたのかな。なんかライブとか見てくれた人とか、昨晩ポケゴーしてたのさすがにダメだったか。してたの？それはさすがにやばい。夜に？なんか昨日の夜の新宿駅、3時ぐらいの新宿駅みたいなの乗せてる人いたの見たらすごかったんだけど、なんかでもなんか飛んでいくんじゃないかっていうくらいすごかった。なんか雨もすごいし風もすごいし、何より風がすごかったね。こんにちは、パドトレさん、こんにちは。昨日ありがとうございました。台風って怖いね。なんかいつも朝起きたら台風いなくなってて学校あるみたいなパターン多かったから、どうせ今回もそうだろうなとか思ってたのに、本当に休みになっちゃったかびっくりしちゃったね。こんばんざい、平野さんこんばんざい。頭から離れない。おはようございます、みーちゃんさんだ。みーちゃん、こんにちは。タットさん、こんにちは。いや、すーちゃんだって。よく使う電車が倒木でストップしてたのが決め手だった。あ、なんか私のとこも止まってたらしいけど、結構いろんな線で倒木あったらしいね。でもまあ駅まで行ってないから。鎌倉行ってきたよだって。え、いいなー。あ、設営会か。鎌倉いいな。クレープ食べました。あれ鎌倉じゃなかったっけ、小町通りみたいなとこでね。スーちゃんとも行きたかったなって。行きたいです。オフ会あるかな、行きたいね。鎌倉めっちゃ好き。最近行ってないけど、鎌倉まで行くのが遠いんですよね。なんか電車なんだっけ、江ノ電だっけ、違うか、江ノ電か。私江ノ島行きたいな今。あ、小町通りの方行かんかったよって。どこ行ったんだろう。なんかみんな結構海行ってたよね、見たよ。なんかみんなめっちゃ可愛かったっていうか、浴衣とか、浴衣やばくない？浴衣はちょっとやばい。
なんかなんていうの、浴衣着てるの見るの好き、見る線だから。まこちゃんがおすすめのお店を紹介してたから行ってきた。なんかスイーツのお店かな、甘い、なんていうの甘いものが食べれるみたいな、なんだっけお店の名前忘れちゃったけど、なんか見た気がする。違うかな。え、しらす丼食べたい。長谷寺の方とに、長谷寺ってどこだろう。なんか分かるとは思うんだけど、あんまりちょっと記憶にない、記憶がない。なんか行くけど、海ね、なんか花火超楽しそうだったな。なんかすごいみんな写真撮るのがすごかった。なんかめっちゃね、あ、カフェとオルゴールのお店、オルゴールのお店、あー分かった、大仏のとこ分かった。え、カフェとオルゴールのお店ってなんかガラスみたいなやつかな。なんかブレてる写真載せてて、まこちゃんのお母さんがブレてるけどみたいな、なんかやってたやつかな花火も楽しかったって。江ノ電で海鮮、あ、江ノ電じゃなかった、間違えた江ノ島で海鮮食べたいね、食べたい。いや、しらすコロッケが好き、あとしらすまんも美味しい。でもな、私生しらすがちょっとダメなんだよね。なんか前にちっちゃい時、小学校の時に地引き網行って、地引き網ってめっちゃしらす取れるじゃん、取れるじゃんとか取れて、なんかもうバケツ何個分みたいな感じになってて、それでなんだっけ、そう、そのちょっとピチピチしてて生きたまま食べなよって言われて、なんか食べれなかった。なんか、あー待って、気持ち悪いみたいになっちゃったの。私あと桜エビも食べれないから。急にスマホの電源落ちた。ある、たまにある、たまにある。なんかでも 20% くらいになってるとたまに落ちる時ある。買い替えたい、わかる。私もでもあと1年くらいある。あと途中時間が空いちゃったから温泉にも入ってきた。温泉入ってきたの羨ましいんだけど。温泉私も行きたい。温泉いいよね、なんか疲れ取れる感じ。あ、温泉入りたい。踊り食いでトラウマか、そう、踊り食いでトラウマ、踊り食いっていうか、なんかもう、なんかしかも透明だし、なんかちょっと嫌だった。なんか生きた魚あんまり得意じゃないから。地引き網でシラス取れるの、それは初耳。取れましたよ。あれどこだろう、江ノ島なのかな、どっかでやってたの、お父さんの会社のあれで。そう、地引き網ってあれでしょ、こうやって引っ張るやつだよね口の中でピチピチするのは苦手かな。なんか別にピチピチするのが苦手とかじゃなくて、本当に生きてる魚が好きじゃない、怖い。生しらすと日本酒が合うんだよ。そうなんですか。意外、食べたいな。日本酒でもあんまり得意じゃないんだよね、あんまり美味しいと思えない。生しらす、まあ、食べれなくはない。最近しょっちゅう落ちるのよね。特にショールームって重いよね、でもだからあるあるだと思う。稲村ヶ崎に温泉あるんよ、すっごいぬるぬるの。なんか体に良さそうじゃん、なんか美容成分めっちゃ入ってそう。美味しい魚食べたくなってきた。わかる、なんか美味しい魚食べたい。私キンメの煮付け大好き。
ちおばあちゃんが作る金目の煮付けが超美味しいの、大好き。すーちゃんとお酢入りたいな。それはちょっとやばいよねでも温泉行きたい。すずねちゃんはお酒とか飲める人？お酒めっちゃ飲みますよ今ちょっとでもまだ風邪が治らないから禁酒中だけど、めっちゃ飲むときは飲みます。しらす苦手、いっぱいの目が、え、そう、わかる。私も目がついてるのダメなの、顔がダメなの。だからあのたまに海鮮丼にエビのそのまま乗ってるじゃん、頭ついたもの、あれ本当にやめてほしい。え、しかもこの前食べようとしたらお父さんが動いてよとか言うから食べれなかった。え、それからエビもあんまり得意ではない。山形は全市町村に温泉がありますってことだったけど、最近どっかの施設が閉鎖になっちゃう。そうなんだ。え、全市町村に温泉あるの？え、それ超羨ましいじゃん。え、温泉なんかないよ私んとこ。あるかな。あれ温泉じゃないよね、だって銭湯みたいな感じでしょ。ない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 。酒は百薬のなんとかだから飲めば治るよ。え、そうなの。え、でもなんか治るのかな。なんかでもちょっと怖いから飲めない。とはいえほとんどのとこに温泉あるからいつでも行けるやつ。え、マジで羨ましいんだけど、温泉行きたい。なんか箱根とかまで行かないとなくない？神奈川県って分からんけど。待って、どこまで読んだ。じゃあハクちゃんと飲みに行ったら、また間違えちゃった。盛り上がりそうだねって。あ、ね、ハクちゃん、あ、でもこの前一回飲みに行ったんですよ。え、もうすごい楽しかった。なんか全然キャラが変わる。なんかね、すごい可愛かった。なんか超可愛い、ハクちゃん超可愛かった。いいな、お酒飲んで可愛くなるタイプいいね。お酒飲んでも変わらないから、常にしてちょっとうるさくなるくらい。目がダメなら畳いわしとか。畳いわしって何？畳いわし？ちっちゃいわしってこと？畳いわし？私絶対目ん玉取ってから食べる派。エビも、エビ気持ち悪い。花火の時これ見よがしに湘南の階段を落としたらさやちゃんがなめなめ。それはダメよ階段話はなしでしょ、怖いよ。え、てか湘南にもあるんだ、ちょっとやめてね。泣いちゃうよそんな。安いとこだと300円くらいで入れる。だって銭湯と同じくらいじゃん。え、羨ましい。カナダがだと箱根のイメージ。そう、箱根ね。でもあんまり、あー、でも中学校の時とかは行ったこともあるかな。え、スーパー銭湯とかでも温泉出るとこあるじゃん。え、そうなの？え、全然知らん。スーパー銭湯、温泉出るんだ。全然スーパー銭湯ってないもん。なんか富士山の絵が描いてあるやつみたいな。でしょ、行ったことないし行ってみたいんだよね。キャラ変わるとかめっちゃ気になるわ。え、なんか普段なんか、え、誰が？ハクちゃんでしょ。なんか普段すごいなんか真面目な感じだけど全然可愛いって思った。結構飲むの？飲む割と飲むけど、まあ最近は抑えてます。地元とかで、地元っていうなんか最寄りとかで飲むときは別に結構行くけど、学校とかがさ
東京の方出ちゃうとさ、帰り電車だからあんま飲まないんでね、押さえないと帰れなくなっちゃうからね。え、あるよって、有名なトンネルが、やめてくれ。七沢じゃん。あ、息子が横浜の会社に内定したからそっち行くのでよろしく。え、そうなんですか、横浜の会社。でも横浜広いから、すごい。あね、就活の時期って大変や。娘も横浜の大学受けるから受かれば二人とも神奈川県民。おお、一緒だ。私も神奈川県民ですよ。まだ多分ずっと神奈川県民かな、わかんないけど、意外と神奈川住みやすいんですよ。治安は悪いけどね、夜とかはね。はじめまして、はじめまして、直高さん、はじめまして、こんばんざい、ありがとうございます。まだやっていてよかった。ありがとうございます。初見かな、めっちゃ嬉しい。神奈川いっぱいあるよ。スーパー銭湯、川崎にも横浜にも、もう家にもあるし、川崎も横浜も行かないんだな。だってちょっとね、交通費高い。川崎とか特に、川崎遠いんだよ。一人でも飲むの？でも一人だったら家でしか飲まないかな、缶チューハイ。あとお母さんが作ってくれた梅酒とか、梅酒大好き。飲んだ帰りの電車はほんと不安。でもあんまりすごい飲んでから帰ることないから。今更だけど、鈴音ちゃんって成人してるんだよね。飲み屋行ったら年賀されそうな感じ。そう、年賀されるんだけど、最近年賀されなくなっちゃって老けたかなと思って悲しくなってるの。この前もコンビニでお酒買ったんですけど、年賀されなくて悲しかった。逆にちょっと年賀されたい派。僕もお酒飲んで電車で痛い目に遭ったことなく。そうなの。なんか一回前に立ってた人がなんか入っちゃって、危ない、ギリギリ間一発避けたんだけど、ちょっと危ないと思った時あった。だからそういうの見てから飲みすぎるのはやめようと思った。年賀で赤さ確認するの分かる。だってさ、でなんか前に友達の友達の人に何歳に見えますかって聞いたら、その人なんか24歳くらいにしたんだけど、何歳に見えますかって聞いたら18歳って言われて、だからちょっと嬉しかった。18歳って言われて、やっぱ童顔なんだなって思って。でも童顔の人って結構すぐ老けるっていうよね。悲しい、やだな、変わりたくない顔。お酒は前の推しでコリゴリだから、スーちゃんは距離を置こう。スーちゃんから、なんで？ちょっと悲しいんですけど。私でもそんな言うほど飲まないから。ちゃんと仲いい人の前でしか飲まん。私でもお酒飲んでも全然変わらないし、変なことしないし大丈夫だよ。山手線で新橋から上の方面に乗ったのに、目が覚めたら品川で、しかも終点だった。新橋から、新橋ってどこだろう、なんか有楽町の方でね、から上の方ね、こっちに乗ったんでしょ。品川って過ぎてたってこと？あれ上の方面、こっちか。しかも終点だったってきつ。そんなに寝てんの？いや、私でもいつも、ね、電車で寝ちゃうけど、
いつも起きたら2つ前の駅で降りて起きるから、なんかすごいなって自分で思う。お披露目前まで高校生かと思ってた。なんか嬉しい。でも私も全然まだまだ高校生の気ですよ。ちょっと痛いね。高校生ね、戻りたいですね、高校生に。さやちゃんとかいくつか分からないのね。さやさんね、分かんない。さやさんでも多分私の1個上だよね。小島さんよ、はじめまして。あ、さとさん、はじめまして。初見ですか、ありがとうございます。見に来てくれて嬉しい。そうそう、一周したってこと。しかも何周かしたはず。え、やばくない、それめっちゃ乗ってんじゃん。でも山手線ってあるあるだよね。私もこの前なんかぼーっとしてたら一周しちゃって、そしたら前のなんかホストみたいな人がいたんですよ。金髪でなんかスッ、なんかこういう格好してる人が、なんかその人もずっと寝てて、多分私が乗った時からいたから2周くらいしてるのかなって思った。いるよね、山手線っているよね。でもに東京でみんなで集まって居酒屋行って飲みすぎたやつもいて大変だった。試験前日に飲みに行ったってやばくない？試験前日はちゃんと寝なきゃ。やばいよ。それはちょっとかっこいい、ある意味。強すぎる。小島さんの初見ありやね。いや、ありがとうございます。初見って嬉しい、見に来てくれて。こんにちは、ショーンさん、こんにちは、ありがとうございます。今だったらかなり問題だけど、当時は行っても全然大丈夫だった。あれ、大学受験の時、大学受験の時って高校生じゃん、18歳じゃん、アウトじゃん。気づくの遅。南武線で爆睡して立川で終電逃したことない。南武線もやばくない？南武線って立川から川崎じゃね。立川で終電逃すとか怖っ。無理じゃん、帰れないじゃん。つらいつらい。一周したことない。多分普通の人は一周しないんだと思いますよ。一周でもちょっと気になりません？一周してみたいなって、何分かかるんだろうって思っちゃった時があった。よくないんだけどね。小島さん高校生じゃないんか。高校生じゃないんです、すいません。なんか高校生に見えますか？嬉しい。でも見えるって言ってくれるだけで嬉しい。南武線は何より治安がやばい。そうなの？なんか南武線3回くらいしか乗ったことない、この前のと。こんにちは、初見ですって。ゆうなさん、ありがとうございます。初見だって嬉しい。一周って1時間だっけ、確か1時間もかかるのかな、分からん、そんくらいかな。いや、高校生に見えた。嬉しい。高校生に見えたって、高校生っぽい。もう20歳なんですけどね。20歳になっちゃった。自分は大丈夫だったけど、記憶なくしたやつもいて、翌日起きたら風呂場が大変なことになったらしい。風呂場が大変なことになってたってやばくない？家でってこと？あ、自分が？そんな飲んだらちょっとやばいね。上野から常磐線の千葉方面に乗ったら茨城県まで行って折り返して上野に着いたこともある。やばくない？常磐線って茨城まで行くんだ、びっくりした。
え、すごいじゃん。こっちからこっちまで来ちゃったの。やば。え、何時間よ。南武線は週3くらいで鳴るとある神奈川の、え、なんだっけ、なんか川崎なんちゃら、ちょっと待って、名前が今ちょっとすごい、純情小町さん名前がね最近出てこないんですよ。南武線黄色いやつだよね。あんま乗らないんだな。小島さんあり、え、ありだって嬉しい。ありってそういうあり？わかんないけど、ありがとう。友達と宅飲みしてても安心で、安心感で飲みすぎて部屋が荒れる。あー、家だと私あんま飲まないからわかんない。あ、でもわかる。あ、でも荒らしたことはないかも。知らない間に寝てたことあるけど。ホテルの風呂場帰るときに前を歩いて一緒にかけちゃったやつもいた。え、それやばいじゃんえ、それ私がやられそうになったやつじゃん、電車で。え、本当に、でも本当に、でもね、飲みすぎはちょっと危ないですよ。そういうあり、そういうあり、嬉しい。いててて、て多分、あ、くしゃみそう。多分3時間くらい始発くらい、始発だったのに家に着いたの10時くらいだった。え、え、始発ってやっぱ早いのかな、東京の方って。私と東京じゃなくて、間違えた。で、始発めちゃくちゃ遅くて5時半とかだから、全然、まあでも10時はやばいけどそうそう、なんとか小町だよ。やっぱりそうだ、聞いたことあると思って。昨日も一日小杉にいた。武蔵小杉、武蔵小杉一回行ったことある。でも全然覚えてないな。めっちゃ焦ったけど、かけられた人が大丈夫大丈夫気にしないでとか、神様のような人だったって。えっ、めっちゃ神様じゃんすげえ鎌倉の前も本郷台で横浜のアイドル見てから行ったのよ。え、本郷台ってどこ？全然分からん。え、鎌倉めっちゃ行きたい。え、本当にあのね、クレープ食べたい。コクリコクレープだっけ？なんかそんな感じの名前だったんだけど。なんかいつもより今日エクボが濃く出る。痩せたかな？エクボは恋の落とし穴ね。エクボはでも生まれる前に天使がキスしてくれたところなんですよ、エクボって。え、本当は右側にもあったの、両方にあったのに成長過程で消えました悲しい。いとこがまだくっきりあるの、両方。ムカつく男の子なんですけど、いいとこ。どこまで言うんだっけ今。大船の隣だよ。あ、私この前1月に大船行った。大船の、大船の駅なんかね、写真撮ったか、友達が写真撮ってくれたんだけどさ、めっちゃブスで乗せられないっていう。高校生だから飲み方知らないし、ノリでガンガン飲んでたからな。若いって怖いわ。若いって怖い、わかる。そこのクレープは何が有名なの、何が有名なの。なんかでも普通の何もないやつ、
でもね、なんかレモンシュガーみたいなのすごい美味しかった。本当に何も挟まってないんだけど、砂糖っていうのかな、シュガーがあって、なんか結構すごい素朴でシンプルで、めっちゃそれが好きなの。私クレープクリーム入ってるの好きじゃないから、食べにくくて。そのクレープ美味しい。でも多分結構有名なんじゃない、わかんないけど、味でそう、レモンとかでもいっぱいある、ココアとかもあると思う。確かチョコとかもあるのかな、あったけど、私はシンプルなシナモンとかが好きだから、そういうの食べた。まあ両側にキスされてたわ自分。いいね、私も両側に。最近この辺にもエクボできた、ちょっと出てこない。天使にキスされました、嬉しい。ほっぺて柔らかそう、めっちゃ柔らかい。みんなに触られる。ふと見せる笑顔が可愛いね。照れた。カウント完了配信ファイト。カウントって何？配信ファイト。ちょっとあんまりショールームまだ理解しきれてない。大船は観音様が、あ、そうなんとか観音だよね。あのすごい登った気がする、行ったの。白いやつだ、あのそう、おみくじ引いた。本当は鶴岡八幡宮で引きたかったんだけど、友達が観音見に行きたいって言うから観音見に行ったんですよ。そしたら鶴岡八幡宮入れなくって、まあでもおみくじ引いててよかったねっていう。何もないクレープってあるんや。あ、そうそうそう、本当にでも美味しい。クレープはカスタードクリーム、私カスタードクリームもシュークリームに入ってるの以外あんまり好きじゃなくて、ホイップクリーム派。サンリオカフェ行ってみたい。いや私もサンリオ、私あそこ行きたいの、シナモンのシナモンカフェだっけ。前にポムポムプリンは行ったんだけど、やっぱシナモン好き。シナモンのカチューシャをね買ったの。シナモン、シナモン似合うねって言われた。なんか高校生の時一回シナモンみたいって言われて、小島さん、あ、で、バミどこがいる時多いの。バミって何？そうそう、白いやつ。俺アイドルオタクの前に巨大物オタクだからどこやんだ今。本業そっちなんだよね。そうなんだ。でも私も神社とか好きだけど、そこまでじゃないんだよな。なんかすごい、でもなんか、なんか私のいとこ女の子の方が下、一番下の子がなんかお城が大好きで、でもその子小田原に住んでるから、小田原城めっちゃ小田原城あるからさ、なんかすごいなんかよく行くらしいんだけど、なんかそうお城が好きっていう、結構いますよね。私もそういうのやってみたいけど、なんか行きたくなっちゃうからさ、
そもそも受験前日に行くとかアホすぎる。そして落ちました。え、受からないと思ってたとこだし。明治の政経、明治か。え、すごいな。マーチ受けてすらない。もう大学ここに行くってずっと決めてたところあって、まあ、落ちちゃったんですけど、そこしか受けてなかったからカウントは大雑把に言うとルームに貢献してくださるありがたい行為。ああそうなんだ。へえ、なんかありがとうございます。好き嫌い多くて、あ、細かいことは前々に聞いてみよう。あ、前々に聞く。好き嫌い多くねって言ってた。もうでも多いかも、割と。同じとこ受けてんな。え、なんかみんな頭いいんだけどなんだ。俺もシナモンカフェ行きたい、行きたいよね、けど男性だけとかきつい。え、そうですか。ああ、バミリ、バミリどこが多いかな。え、めっちゃでもいろいろだわ。わかんない、その時によるからちょっとわからないかも。バミリは、え、シナモンカフェ男の人だけだときついかしらかしらでも私シナモンカフェどういう感じかわかんないから。え、そんなにがっつりシナモンって感じなのかな。え、でもシナモンだから大丈夫。クレープは毎回悩んだ挙句に結局チョコバ、私バナナダメなんだそう、バナナ絶対絶対なんか美味しそうなものってバナナ入ってるじゃないですか。本当に悲しい、バナナが食べれない。え、ジュニアさん日本業は巨大物オタクですって言ったら、そんな人初めて会ったって言ったら、結構いますよ。なんか意外といる、周りに。いいと思う、なんかそういうのいい。あー、シナモンみたいは分かるわ。え、分かる？シナモンみたい？でも最近高校卒業してからは雪見大福が、なんか雪見大福トリオみたいな感じで学校の子と写真撮ったりした。みんな白いし丸いし。小田原城はアイドルライブでしか行ってない。アイドルライブあったの？小田原城私もあんまり行かないけど、なんか前はゾウ行ったんだっけね。なんかそんなとこが、なんかお城好きで、大阪も行きたいとか姫路城とかも行きたいって。姫路城は私も行きたい。嫌いなもの、辛いもの食わず嫌い多いよ。お子ちゃまかな。私でも辛いものはめっちゃ好きなんですよ嫌いな食べ物他にもある？嫌いな食べ物、基本的にお魚あんまり、焼き魚が好きじゃないと、顔がついてる魚が嫌で、生きてるのも嫌で。なんだろう、嫌いな食べ物か、いっぱいある。でまず豆腐は食べれない。食べれるけど食べたくない。豆腐嫌いじゃん。で牛乳も好きじゃないじゃん。バナナもダメじゃん。ピーマンも好きじゃない。ゴーヤも好きじゃない。カレーに入ってる人参も嫌だ。
え、なんだろう、なんか苦手なもの多いかな。なんかでもパッと出てこない。パフェとか全部食べれなさそうね。パフェはバナナ抜く。え、でもチョコレートパフェってあ入ってるわ。バナナあったら、なんかよくパフェはよくおばあちゃんと食べに行くんですけど、全部おばあちゃんにあげる。おばあちゃんも甘いもの大好きなんだって。絶対きついべ、カップルとか余裕やん、友達もないし夢だよ。え、カップルとか余裕やんって、カップルで行くの？でも私カップルめっちゃ苦手だから、そういうところ行くときに隣にカップルとかいると超やだ。なんかなんなんて思っちゃう。私女の子としか、女の子大好きだから、可愛い女の子大好きだから、可愛い女の子とばっかり遊び行くから。好きだったクレープ屋さんなくなっちゃって落ち込んでる。あったの？クレープ屋さんか。あとあそこにあれも好きよ。クレープ屋さんあれ好き。なんだっけ？コムクレープ？原宿のさ、竹下通りの曲がったとこにある。なんかクレームブリュレのやつなのかな。めっちゃあれ美味しい。あ、お腹鳴った。朝から全然食ってない。食ってないでした。食べてない。国立志望だったから、私じゃなかった。姉妹対策してなかったし、明治は試験練習的なやつと上京旅行に行きたかったやつ。あ、そういうことか。え、でも国立志望ってすごくない？超頭いいんだけど。国立はちょっと受け入れなかった。雪見大福笑って、え、でもこの前もみさんに雪見大福みたいだねって言われた。結構でも自分でも思ってますよ、雪見大福みたい、白いから。お、エスニックとかも食べれる。エスニックってどういう感じ？あの、パクチー入ってたら食べれない。めっちゃお腹鳴る。昔小田原にご当地アイドルがいて、そこがお城のとこでフェス。そうなんだ、すごい。豆腐と牛乳か、白いのがダメなのか。それ私も思ったの、白い食べ物食べれないのかなって思ったんだけど、でも他に白い食べ物なんだっけ。普通に食べれる。焼き魚はホッケくらいかな。ホッケ食べれないの？私ホッケ好き、焼きたては。いやいや、それだけあったら相当よ。相当か、かなり偏食だねって。偏食。そんなこと言っちゃダメよ。なんか言ったっけ。さっきからちょいちょい口が、ちょっと口が悪いのバレちゃうから、ちょっと。あんまり女の子女の子した感じじゃないので、もともと性格が。パクチー苦手なんか、パクチーダメなんですよ。匂いがめっちゃ鳴ってるって。でおにぎりがあるんだけど、ちょっと食べようと思ったんだけど、口悪いの押せるって。ダメ、でもちょっとダメだよね、口悪いのはダメですよね、口ね。
今日なんか食べてお腹が叫んでるよってさっきちょっと食べたの、なんかお母さんがおにぎり作っといてくれたの明太子だった。ずっとなんか出しっぱなしだったから腐ってそうなんだけど。今日の配信はすずねちゃんのキャラが見えて面白い飾らないところがいいですねいいのかな。ホッケと鮭なら食べれる。私鮭も普通の切り身食べれなくて、カマの油すごい乗ってるところしか食べれない。女の子女の子してないのつぼすぎて押せるなんか苦手なんだよね女の子女の子してるのがなんかスポーツやってた？あ、私バレーやってました。バーンってバレーボール、バレーボール大好き。今でもやりたくなる。だから可愛い女の子好きなのかね。多分それもある。なんかそう言ったらちょっとなんかちょっとあれだけど口悪くてお腹が鳴ってないでこれでいこう。それはちょっとやばい。ちょっと口俺は全然口悪いのあり。いやでもなんかちょっとよろしくないところもあるからね。あんまり PN とか Twitter で言わなそう。言わない言わない言わない。ピエンって何って思っちゃう。ピエンがよく分かんない。友達とかも結構使ってるけど、ピエンとは。やってそう、バレーやってそうでもお兄ちゃんの影響で野球も好き。ルールは分かる。全員否定って笑ったちょっとん、バレエ。あおちゃんもバレエだってし、まゆかちゃんもバレエだってるの。そう、えみなちゃんもバレエ、結構みんなバレエやってて。そう、まゆかちゃんもバレエやって。でもなんかバレエやってるのに華奢でいいなってすごい思う。でもバンザイでそういうキャラいないからド直球キャラでいこう。なんかいいのかな。でも自分的には別にいいんだけど、なんかアイドルっぽくなくなっちゃうから。バレエやってる人多いね。バレエチーム作ろうってでもまだ4人、3人かしかいないからチーム作れない。バレー楽しい。やっぱバレーだと身長高くなりそう。うん、なるかも。そんなに高くないけど。バレーやって160超えるかなと思ったけど、ギリギリでこれ超えなくて悲しかった。普段はどちょちょっと待って。普段はど直球でステージでワイドル感とするギャップってめっちゃいいと思う。あー確かにギャップってよくない？ギャップで、すごいギャップが好き。なんかでも女の子のアイドルとかもさ、みんな見てて思う。突き指してた思い出しかない。私でも突き指はしなかった。怪我はしてないかも。バレエでちょっと擦ったみたいな。
いつもあのブロックとかをしても踏まれる側が多いから自分は怪我しないみたいな、相手怪我しちゃったみたいな。でも踏んじゃったのね、踏まれたしっていう。ソフトバレーなら4人でいける。でもソフトバレー面白くないんだもん。ビーチバレーとかもね、ビーチバレーも4人でいけるわ。先輩の MC にうっせえバーカとか突っ込んだり、なんかあれじゃん、高橋ジュリちゃん噛みつきキャラの。最近はやってないと思うけど、最近はっていうかもう卒業しちゃったし、すでにステージとのギャップに落とされてる。ギャップあります？ステージとの、まあ、ステージはガチガチに緊張してるからまだ。踏まれた側の、踏まれた側、あ、そっか、踏まれた、あ、踏まれた側、あ、そう、ぐねる時ある？私全然怪我しなかった、踏まれても。でも踏んでも怪我しなかったもん、全然痛くない。強いのかな。小4からバレーやってるぜ。今はソフトバレーだけど。そんなに前からやってるの、すごい。私もでもおばあちゃんがバレーずっとやってたからついてってやってたの、バレーは。だから高校はまあバレーやってないんだけど、その時とかもおばあちゃんにずっとついてってやってて本当にバレー好き。お腹すいた。ソフトバレーもガチだとかなりハードだし面白いよ。あ、でも確かにおばあちゃんの試合とか見てて思った、結構みんなガチだけど、でもなんかボールがこうやってやりづらい。全国レベルだとまずサーブが取れない。なんか結構変な動きするよね、あのボール。おにぎりの具は明太子かな、明太子です。明太子、お母さんたらこだといつもチンするから明太子です。明太子のおにぎりめっちゃ好きなの。でもコンビニでは買わないけど。なんかこの時間に家にいるの変な感じする。へそのバランスでいろんな変化させられるから。そうなんだ。へそってでも大事だよね。なんかサーブとか打つときもさ、へそ相手の方に向けたりして取るときの、なんかもうジャンプサーブとかめっちゃかっこいいよね。できなかったけど全然入んないの。おはようございます。パパ、パパおはようございます。全部出ちゃった明太子やっぱこの時間の方が人が多い気がする。
可愛い女子好きのすずねちゃん的にメンバーで可愛いのは誰？足軽？万歳？でもみんな本当に可愛いんですよ。本当に全員可愛い。で個人的に好きな顔はジュリアさんの顔がすごいタイプ、かわいい。みんなかわいい。今度ゆっくりバレエの話したい。ちゃんと通じてるの嬉しいって。これから夜勤なんでお先に落ちます。お疲れ様です。頑張ってください。6連勤5日目の準備そろそろしなきゃ。6連勤はきつい。すごい。あ、確かにね、ジュリーちゃんお人形さんみたいな顔してる。そう、ジュリアさんめっちゃすごい可愛い。ああいうなんか綺麗系でもあるし可愛い系でもあるみたいな、マッチし、なんて言うんだろう、合わさった感じの顔すごい可愛い。ジュリさんは王道美少女だもんね。かわいい、ほんとにかわいい。今すごい変な顔しちゃったほんとにかわいい。間違えた。無限にかわいいよな、ジュリアさん。この部屋ティッシュがないんですよ本当は今すごいベーコンが食べたくて、さっきベーコンを出してチンしようと思ったんだけど、お水に龍角散チャポン。あ、なんかさ、龍角散水っていいらしいね。メンバーの中ではさやさんが一番末っ子感半端ないんだけど。ああ、そうな。僕もそろそろ落ちるね。だってこの配信とても楽しかった。またね。ありがとうございます、来てくれて。本当に私も楽しかった。ありがとうございます。お熱測らなきゃ。風邪なんですか？大丈夫かなスースーするの苦手で飲めん。龍角散ね、龍角散飲んだ後なんかすごいなんか口に残る感じが嫌。でもすごい効くよね。足軽のライブこの先いつか見ることあるんだろうか。見に来てほしい。でも本当に昨日はちょっとあれだったんだけど、本当に悔しい。もっと頑張ります。
出勤前に測らないといけないの。食品関係の接客業。あー、食品関係の接客業大変だ。私食品関係で働いたことない、バイトとかしたことないからわからない。でもきっと大変だよね。頑張って。飲食バイト楽しいよ。だってなんか一回飲食、なんか一回カフェでバイトしたかったんだけど、なんかよくわかんないけど落ちてはないのにダメになったんだけど、謎。働いてみましょうって言ったのに連絡が来なくて3ヶ月くらい経った。どっかでノロウイルス出てから半年以上やってる。ノロウイルス出たの？大変だ。ノロってめっちゃ痛いらしいね。居酒屋楽しい。居酒屋超楽しそうだけど大変そう。楽しそうだけど大変そう。居酒屋で働いてるんですか？居酒屋ね。あーホール、ホール、あホールね。ホールは辛そう。ってことはキッチンってこと？どっちも大変そう。でも女の子って大体ホールじゃない？あ、ラーメン食べたい。今の店舗だとどっちもやってる。あ、どっちももうあるのか。大変だ。両方覚えなきゃいけないってことでしょ。なんかキッチンも大変そうじゃない？どっちも大変そう。焼き場やれって言われてるから、たこ焼きとか焼きまくる。あ、なんか焼き場って超大変って言ってた友達が。でも焼き場が何かは分かってないから、大変って言われてもほうっていう。フリーターやってたおかげでだいぶ楽に感じる。フリーター？フリーターか。フリーターってでもフリーターって言ってもアルバイトでしょ。そっか、大変か。人の命に関わる仕事してると辛い。うん、確かにそれは辛い。人の命に関わ、私そういうの辛すぎてもう絶対できない。すぐ泣いちゃうもん。私めっちゃ泣き虫なんですよ結構。最近特にやばい。最近毎日泣いてるんですけどね。何かがあったわけじゃなくて動画とか見てるだけでも泣いちゃうから最近やばいんですよ。ラーメンとかポテトとかタピオ、タピオカもやってるの？うわ、虫がおった。蚊かな。まあいいや。学校の勉強がきつい。それはそう、本当にそう。学校の勉強本当にきつい。私もそう。しかも全部英語だから科目が全部英語だからどれがどのあれかが分かんなくなっちゃうからきつい。昨日でかき氷と冷やし中華終わりだって。そうなの？かき氷終わっちゃったの？あ、今年かき氷食べに行ってない。去年行ったんですよかき氷食べに。しかもめちゃくちゃ並んでて、でもめっちゃ美味しかったの。
と今年も行きたいなって思ってたけど行く人がいなかった。ちょっと友達が年々減っていくんですよね。みんな学校辞めちゃったから。冷やし中華今年食べてないや。結構好き。英語とか覚えるだけならいいけどテクニックがどうも。まあでも私全然覚えられなくて。でもなんか直前に詰め込んだ方ができるタイプ。ただいまお帰りなさい、お帰りなさいとか言ってた言い方やばい。パソコンや英会話の勉強はちゃんとしとけばよかったって後悔してる。あ、パソコン私もでも思う。1年の時で終わっちゃったんですけどパソコンは。でも全然早く打てなくて、なんかこの指はこれでこれでこれでみたいなのが今なんか全然よく分かんなくて、パソコンあんま使わないから私。でもそうやってやるより自分でもともとやり方でやった方が早く打てるしみたいな。英会話は本当にやった方がいい。私英会話喋れなくて、めっちゃ聞き取りはすごいできるけど、できるけどってなんかできるほどではないけど、結構聞き取りはいけるのに喋れないっていう。よろしくない。今ちょっとツイッター見てたら南部線が地獄だったらしい。え、そうなの？地獄？なんかどこだっけ、さっきツイッターで見たけど津田沼駅すごい並んでたね。南武線関係ないけど総武線だけど。36度、え、割と低いんじゃない？私もでも言うて人のこと言えないから低いんですよ体温。なんていうの、平均体温、なんていう、体温があんまり高くない。ブラックの仕事何年も続けてると友達いなくなる。ブラックの仕事、いただだ、あーそっか、でも確かにそうだね。ブラックってあれ休みがあんまりなかったりするってことだよね。確かにそうかも。私は普通に友達がみんな学校辞めていくっていう話です。しょうがないな、俺が友達になってるよ。ありがとうございます。うん、本当に高校の友達くらいしかいないから今。でもみんなあれなんですよ、今留学中。みんなアメリカとかオーストラリアとか行っちゃって日本にいないんで、全然だから今全然友達がいない状態。日本には英検取って単位パスしたくらい勉強嫌い。英検取ったら単位パスできるの？え、それ超いいじゃん。英検もう入ってるし。英検の授業とかあった。タイピングとか早くなりたい。あー、なんかでも私みんなこっちを見ないでこうやって打てるようになりたい。こうやってこれが画面で町田駅も並んでる列が隣。あ、ね、思った、見た、それ見たよ。なんか町田駅、横浜線町田駅神奈川に突入っていうの見た。ちょっとじわじわ来た。ネタやんと思って、ネタっていうのかな、いじられていいんじゃんって思って。35度で出勤したことある。35度で0で、やばくない？それ低すぎだよ、絶対良くない。高校1年の夏休み終わって2学期になったら1クラス減ってて、そんだけやめてた。そんなにやめちゃうの？高校はでもそんなにやめた人いなかったかも。英検の英語のが
英検の英語のが微妙に簡単じゃない？英検の英語？まあでも私英検あれになっちゃったからやだ。ライティングが増えちゃったからやだ。普段35度台か、低いよね。私もそう、私もこの前測ったら、この前熱っぽいなと思って測ったら35度8分みたいな。全然熱ないじゃん。衝撃、逆に神奈川知りは終わらないよってね。なんか一時期神奈川になるとか言ってたよね、町田。そんなのばっかりってよく分からんけど、めっちゃわかるそれってね。だからライティング増える前にダブル受験しちゃえばよかったと思って。絶対ない方がいけてた自信はある。いつもライティングの点数が低すぎて落ちるの。ちょいちょいやる変な顔が可愛いと思うし。変な顔、変な顔いやでも可愛いと思っていただけたらありがたい。そんなんばっかりでずっと言われるよ。町田ね、だってさ神奈川に囲まれてるよね。町田ってだって正直小学校の時は町田って神奈川だと思ってたからね。お母さんに言われるまで神奈川だと思ってた。東京なんだよね。町田は治安的にも神奈川のイメージ町田ってすごい治安悪いって友達が言ってた。いない友達がなんかよくわかんないけど、夜は下に降りちゃダメとか言われる。都市伝説だよ。都市伝説なの？でも本当に神奈川県ってめちゃくちゃ治安悪いですよね。怖い。いない友達。そう、夜の町田ほんとやばいのしかいない。そうなんだ。夜は町田行かないからな。町田はねお昼とかしか行かないね。何もしないけどアクセサリー買いに行くくらい。ほんとに友達作るの苦手なんですよね。町田は治安悪いと思ってたけど川崎に通う川崎の方がやばいんだっけ。川崎が治安悪いってこの前知った。行かないから。町田に来るんだ。町田はたまにね、たまに。川崎は昼から変な人がたくさんいる。昼からいるんだ。川崎は本当に行かないんで、変な人たくさんいるんだね。なんかイメージない。なんか大和とかが治安悪いイメージがある。神奈川だと。町田に来たことあるってだけで好感度が上がったよ。だって、町田はでもさ結構みんな行くんじゃない？行かないもんなの？青春を川崎で過ごしてたら狂った。青春を川崎で過ごしたんですか？私は青春を田舎です。田舎じゃなかった、田んぼで過ごしましたよ。ほぼ田んぼ、ずっと田んぼ。
家の周りも田んぼ。銀なんちゃら街とかヤバヤバのヤバだよ。だってどこかわかんない。え、本当に私あれよ、町田は乗り換えのさ、なんていうの、あそこの道丸いとかがあるさ、あの辺しか本当に行かない。最近殴り合いの大喧嘩があったみたい。仕事帰りに遭遇した。え、どこ？え、やばいね。川崎ってこと？青春を田んぼ？カエル？カエルじゃないけど。でもめっちゃ梅雨とかはカエルめっちゃいて、もうみんな踏み潰しちゃうからギーってなってた。カエルが。川崎大使のそば。おまわりさんに取り押さえられてたパトカーとか。そうなの？やば、そんなに怖いの？殴り合いの喧嘩は見たことないかも。治安悪いけど私の方も。神奈川ほんと治安悪いじゃん。銀龍街、あ、川崎の話してた今。は川崎のメインストリートよく血だまりが。え、川崎ってそんなにやばいんだね。もう一回そのそば通ったら地面血だらけで瓶が散乱してた。やば、え、怖い。え、なんかもうやばいじゃん。ドラマみたいな、ドラマみたいな話するじゃん。そんなにすごいんだね。なんかやばいね。そうだ、今日これ一回も出してない。ツイッターのフォローお願いしますって。なんかやば、本当にそろそろ部屋の片付けをしないと汚すぎる。今緑だから余計に。緑なの？割れた瓶なんて当たり前で、自転車パンクしまくりよ。自転車パンクしまくりさせられるってこと？やべ、自転車取り行かなきゃ。昨日台風だったから朝自転車乗ってったけど、帰りはバスで帰ってきたんですよ。だから駅まで自転車を取りに。登り島で乗り換えるけど、登校しようとしてた児童を星で襲ったのも川崎。え、私今緑？え、なんで緑？あ、これの話か。びっくりした、顔が緑なのかなと思ってびっくりしちゃった。これね、緑。お父さんの T シャツ、あ、お兄ちゃんのかな、わかんない、誰のかわかんないけど勝手に来た。え、川崎怖っ。え、もう行きたくないじゃん。川崎って何があるかあんまりわかんないんだよね。顔が緑だったら休んだ方がいいって。だからデカビタの瓶売ってないのかな。え、デカビタの瓶売ってないの？だいたい売ってなくない？だいたい缶だよね。飲み屋と怪しいお店があるよ。もうそんなん神奈川どこ行ってもそうじゃない？そんなんばっかりじゃん。川崎は小町がいる。ああ、そうね。わかるわかる。わかるんだけど全然わかん。メンバーは全然わかん。名前は聞いたことある。この前なんかいたよね。
みんなストレス発散で割るのかな。ストレス発散で割らないで。ただや安くて美味しい店あるからいいよな。え、そうなの？安くて美味しいお店は強いよね。大事。そういうお店欲しいわ。いや、みんなストレス発散の仕方がちょっと、ほんとさ、歌ったりしたらね。新百合にゴンちゃんあるの？そうなの？え、新百合っていう、新百合って川崎なの？え、まずそっから、新百合ってずっと東京だと思ってたんですよ、最近まで。この前言われるまで気づかなかった。ゴンチあるんだ、知らなかった。新百合降りたことない、乗り換えで使ったことしかない。この前行くのに、あれに、サンリオピューロランドに行くのに新百合使うくらいで。タピオカはゴンチャしか勝たん。いや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 、まあゴンチャ美味しいんだけど、いや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 、タピオカは絶対ミンティーが美味しい。あ、でも最近飲み行ってないから分かんないけど、でも最近ゴンチャしか飲んでない。昨日は帰り際にゴンチャでタピオカじゃなくてナタデココにしました。え、プルプル美味しいの？プルプルあんまり好みじゃない。え、新百合川崎なんだ。麻生区。へえ、知らなかった。麻生？麻生は聞いたことある。タピオカめっちゃ飲む。タピオカ超飲む。うん、いろんなお店行ってる。めっちゃ甘いの欲しい時に限るけど、昨日はミルクティーな気分じゃなかったから、なんだっけ、なんか透明ファッションフルーツのやつ飲んだに、タピオカじゃなくてナタデココ入れました。ナタデココあれ全然出てこないのね、ストローから。私ミルクティーしか飲まない。タピオカはどこの店が好き？ミンティーが好きです。ミンティーのアッサムミルク、ウーロンミルクティーが一番うまいかな。でも私めっちゃ飲む、どこが、でもやっぱゴンチャは美味しいね。え、登戸から柿雄は川崎なんだ。柿雄って町田の次か、次前か、どっちかどっちか分かんないけど。チーズティーなるものが気になるこの頃。チーズティーはちょっと私ダメだった。え、チーズティー、あれ上に乗ってるやつよね、ちょっとダメだった。でも友達は美味しいって言ってた。私は飲めないからやめますって言った。え、鶴川も東京なの？鶴川って神奈川だと思ってた。神奈川県鶴がつく地名多くない？相模大野からが神奈川。なんかね。じゃあ玉川学園、玉川学園、玉川大学、玉川大学だっけ、もう東京ってこと？他に鶴見しか浮かばない。鶴間とか上鶴間の方とか鶴じゃん。鶴見ってどこにあるか知らんけど、鶴川玉川学園前、町田が東京。いや、そこ東京なんだ、全然知らなかった。普通に町田だけ東京だと思ってた。
れててお出かけしたいけど電車が同じく。てか最寄りにタピオカ作ってほしい。鶴見は川崎の隣、横浜市だけど、あ、やっぱ横浜だよね。なんか電車乗るのあんま好きじゃないんだよね、本当は。怖い。マジ暇。同じく。だから録画したテレビとか見ようかなとか思って。タピオカは大宮がすごいらしい。え、そうなの？大宮すごいの？え、大宮って埼玉だよね。大宮？うん。こんな時に知るの助かってます。いや、本当は今日も夜中でやろうかなって思ってたんだけど、でもなんか学校ないし暇だしと思って、明日も早く起きなきゃいけないから早めにやって、今日は早く寝ようっていう気でした。え、川崎に茶タイムあるの？え、茶タイムって新宿とこしかないかと思った。新大久保のところ。え、全然知らないね私。茶タイム、あ、そう、茶タイムめっちゃ好き。茶タイム美味しい。茶タイム超うまい。大宮埼玉でよ。アイドルさんのお膝元。出て。埼玉もあんまり行かないからな。埼玉。私今春日部駅に行きたかった。行きたい。小町のあかりすちゃんがタピオカ好きで、そこのチタイムで飲んでたから行ってみた。そうなんだ。茶バーは私はあんまり好みではない。パールレディのあれだよね。美味しいけど、最近飲んでないか分かんない。この前飲もうと思ったらめちゃくちゃ混んでたからやめたんだけど、溝の口にできてて気になり、溝の口ってどこだっけ、聞いたことある。あ、この前撮ったんだ、あれで川崎のとこで。シャワーは、パールレディ、タピオカは一緒。でもちょっとお茶って感じ。なんかあんまり甘くなかった気がする。ミルクティー、パールダブル、甘さ50。私氷は絶対入れない派。氷は絶対。あれがやだ。なんて言うんだっけ、水滴がつくのもやだし、薄まるのもやだし、あと飲みにくいんだよ氷入ってると。だから氷なしがいい。基本的に氷なしで飲む派。選べないとこも氷なしできますかって聞いて氷なしにしてもらう。で、甘さは最近はミルクティーにしてるときは控えめにしてますね。ミルクティー自体がミルク入ってるのが甘いから。で、パールはちょっとダブルはちょっとあんまり。氷なしにすると高くなるとかあるよね。あるあるある。あのゴンチャとかね。ゴンチャはだから氷少なめレスにします。
でもこの前カード貯まった時、カード貯まったから L サイズで氷なしにした。幸せ。溝の口は高津区川崎市。タピオカあんまりいっぱい入ってるの好きじゃない。さあ、チャータイム多くない？普通にチャータイムパール多くない？あ、今1000になってる。1000人。そっか、パールトリプル測ってやば。そんな入れない。私タピオカあんまり入ってるのやだ。でも少ないのもやだ。だからちょうどいいくらいに入れてほしい。でタピオカは大粒の弾力がある方が好きだから、プニプニしてるのはあんまり好きじゃないので。氷少なめしか対応してない。悲しい。氷なしがいい。ミンティー氷なしができるんですよ。もうそこがもう高得点。氷なしは本当に神だと思う。なんかめっちゃ静かになっちゃった。エアコン止めたら。昨日出たアカリスちゃんのクリアキーホルダーがタピオカ持ってるやつだった。そうなの？クリアキーホルダーとかあるの？タピリスというらしい。タピリス。タピオカ飲みたくなっちゃった。で食べる、タピオカは食べるなのかな、飲むなのかな、そこがいまいちわかんない。小町はクリアキーホルダーあるよ。クリアキーホルダーいいな。家でも作れればいいのになって。タピオカなんかでもカルディとかに乾燥タピオカ売ってる。ミンティーっていうの、ミンティー、ミン、MINGTEA、 ミンティ。新宿と、新宿じゃないか、新宿三丁目って言ったっけ。新宿と、新宿駅からも行けるんだけど、あとは青山、渋谷駅から宮益坂の方かな、宮益坂の方行って、あれ渡って、歩道橋渡って、左行って、スタバのところをまっすぐ入ってって、一個路地やって、その次のところらへんにある。美味しい。カルディは物色して結局何も買わない。わかる。でもそれ超わかる。なんかカルディにお気に入りのチョコがあったんだけど、最近売ってなくて、すっごい甘いんだけど、もう頑張った日には自分にご褒美って思って買うんだけど、最近売ってないんですよ。悲しい。チョコも好き。チョコは甘くないと食べれない派。買ってもコーヒーとお菓子、コーヒーは買わない。私コーヒー飲めないんだ。飲める人本当に羨ましい。なんか朝起きてコーヒーとか、なんか朝にコーヒー飲んでる人いいなって思う。カルディはコーヒー飲んで出ちゃう。あ、コーヒーくれるよね。でも私でももらわないかも。甘い、甘すぎる。ちょっと
カルディまで歩こうかなって。暑い、そうそれ暑い。私も今自転車取りに行くついでにカルディ行こうかなとか思ったけど暑い。タピオカ飲みたいな。コンビニのタピオカちょっとさ、タピオカこんにゃくじゃん。ちゃんとしたタピオカが飲みたい。コーヒーは甘々の甘しか飲めない。え、私もそう。でも今から新宿三丁目行こうと思ってたけどスイちゃん見てたらめんどくさくなってきたどういうことよ。え、いいな、そっちの方に住んでるのか。てか本当に神奈川にゴンチャを作るべきだと思います。ゴンチャを作るべき。あのね、本当に近くにゴンチャが欲しい。ゴンチャじゃなくていいから、もうパールレディでもいいから。神奈川ってないか。あ、でもあれ横浜とかにはある。その何、主要都市にしかないのどうにかしてほしい。絶対ショッピングセンターとかにあったら売れるじゃん。てか違うの、平塚のララポートにはアースカフェ入ってんの。でも海老名のララポートにはタピオカ屋さんが入ってないの。恐れがちょっとおかしくないですか。クレープしかない。クレープ屋さんのタピオカしかない。神奈川は主要都市では、主要都市、え、なんていうの、神奈川の中でもあれなって感じ。横浜とか川崎とかしかないでしょ、ゴンチャゴンチャじゃなくていいから本当にタピオカ屋さんを作ってほしい。特に最寄りにタピオカ屋さんが欲しいです。なんかさ、タピオカのあれ、横浜のララポート入ってないっけ。でもマザー牧場入ってるじゃん。マザー牧場入ってるの強い。開いちゃえ。私でも一回タピオカ屋さん開こうかなとか思ったことある。でも相当かかるじゃん、コストが。そういうの考えたらちょっときついなって思って。横浜のララポって強くない？一番強い。川崎はタピア名地増えたようだって。そうなの？川崎行かないから。川崎はちょっと本当に行けない。ちょっと怖いわ。え、マザー牧場のソフトクリーム本当に美味しい。なんでもない南武線の駅に3つもあったりするから。そうなの？なんかそこいるみたいなところにあったりするよね。わかる。そのタピオカのアプリ、え、それ話したっけ今。タピオカのアプリのアプリとかもさ、東京の方しか乗ってないからさ、困る。あ、ドトールにタピオカあんじゃん。でもドトールないか。タピオカのアプリなんてあるのか。え、そう、あるんですよ、タピオカのアプリ。この前入れちゃった。見てないけど。全然。大宮は20店舗くらいあるらしいよ、タピア。え、そんなにあるの。え、すごっ。
大宮行ってみたいけど、なんか別に行く用事がないから行かないんだよな。今度行ってみようかな。なんかいろんなお店のタピオカの情報とか入ってる。あ、私あのあそこのタピオカ好き。池袋にあったんだけど、なんだっけ、なんか男の子がこうやってやって飲んでるみたいな絵が描いてあるあれに。でもすっごい甘かったから、あれは甘さ控えめをおすすめします。なかなかそっち行かんよね。うん、行かないんですよ。そう、埼玉ってだって埼玉ってどこにあるの。東京あって、あ、でも東京の上だよね。千葉の方が行っちゃうから、タピオカの伝道師タピオカの伝道師でもタピオカ好きな人多くない？エミノちゃんもタピオカ好きって言ってた。タピオカね、本当に最初は本当にタピオカめっちゃ嫌いだったんですけど、あ、でもゴンチャのおかげで好きになった。いて、言ったポキって言った。春日部行きたい今。なんかあれすごい感動した、春日部駅のさ夏休み終わっちゃうやつ、しんちゃんが。なんか今度から10月からさ土曜日の4時だっけ、4時半くらいになっちゃうんでしょ。見れない、今でさえ今の時間でさえ全然見れないのにさ、夕方だったら見れなくなっちゃう。本見アイドルの子がよく行くから太りそうって言ってた。確かに、でもあるよね、飲みすぎると太っちゃうからね。だから毎日は飲まない。あ、タピオカ飲みたくなってきた、ガチに毎日2店舗行ってるの？それはやばいよ普通に。え、だってさカロリーえらい、700キロカロリーくらいあるんでしょ。でね、やばくない？ちょっと待って。ちょっとおばあちゃんが来たので対応してました。すいません。タピオカよりラーメン食べちゃうわ。確かに、あ、確かにではない。でもラーメンだと一人だと入れないじゃないですか、お店に。だからタピオカ飲んじゃう。だって一杯でラーメンと同じくらいね。なんか豚骨ラーメンと同じくらいのカロリーあるって言ってた。でもその子細いんだよね。なんかさ、すごいいっぱい食べる人に限って細くない？なんなん？でさ、しおりさんもさ、めっちゃ食べるのにめっちゃ細いしさ、めっちゃ大食いって言ってたのにめっちゃ細いしさ、えみのちゃんもめっちゃ食べるのにめっちゃ細いじゃん。え、一人でも入るけどラーメン、嘘、一人でラーメン入れない、ラーメンはきつい。焼肉とかはいけるけど、行ったことないけど、まだ胃袋が4次元ポケットなんだろうね。スーちゃんその言うとって、私もうね痩せなきゃいけないんですよ。そう言われずっと言われてて、7キロ痩せなさいって言われてたんだけど痩せれない、全然。だからタピオカ禁止にしなきゃいけないんだけど、うーん、
でもなんか別にそんなにタピオカ飲んだ日は全然食べないからご飯を、だからって思ってたけど、なんでだろう。7キロ太るな、でも太るのも結構大変じゃない？ 1,2 キロ太る程度ならさ結構余裕だけど、7キロ太るのも大変だと思う。タピキはねきついんですよ。タピオカ飲みたくなっちゃう。だから甘さ控えめで、意味ないのかな。タピオカはでも飲みたいな。でも多分学校始まったからタピオカそんなに飲めないから、頑張って痩せます。7キロ、7キロって大変だよね。わかる。甘さ 100% ってどんなのか気になる。甘さ 100% は本当にやばい。超甘い。あのね、最初一回やったんだけどダメ、あれはダメ。本当に甘いの好きな人しかダメ。50でもそこそこ甘いよ。